2022年8月10日でございます。まずね、東北地方、青森県、秋田県、そしてね、北海道、豪雨災害、本当にね、心からね、お見舞い申し上げます。特に青森県、本当にリンゴ園が水浸しになってしまっているということで、しかも2週連続のね、豪雨災害ということで、もう未曾有の災害ですよね。広島のね、4年前の災害に比べてもね、深刻ではないかなというふうに、ね、僕は思ってるわけでね、映像を見た限りでですよ、あの時はね、3日ね、豪雨があった後ね、収まってね、その後ものすごいね、暑くてね、大変だったわけで、ただ一応晴れてね、復旧作業がね、できたのがね、不幸中の幸いだけど、まあ猛暑で大変でした。俺も熱中症で倒れたけどね、ただやっぱりね、こう豪雨がね、2回も続いて、2回連続ね、水浸して状況はもう本当にね、申し上げたいというふうに思います。それからね、私の、ね、職場ね、老人ホームの方ではね、コロナのクラスターがね、職員7名、入居者の方も7名と14名という状況になりまして、本当ちょっとね、弱くちゃな状況です。まあ、そんな日ですけれどもね、本当今日ね、内閣改造行われましたけどね、全然ね、統一教会関係ね、断ち切れてないじゃない。ね、山際大臣、イベントに出席。そして広島ね、県ね、広島5区のね、寺田総務大臣、イベント回避支出。ただ、この方の場合ね、まあ、頭痛いことにね、核兵器禁止条約のね、推進の署名にはね、賛同してるんですよ。ね、アイキャンね、ノーベル平和賞をね、受賞したアイキャンのね、署名にはね、賛同してるってことでね、いたしかゆしですよね。まあ、ちょっとね、非常にその、脇が甘かったのかな、とね、そういうね、左側というとね、ちょっと語弊ありますけどもね、反核平和のことにもね、団体にもね、まあ、門戸を開く一方でね、統一教会にも門戸を開くというね、まあ、ちょっとね、節操がないといえば節操がないし、まあ、幅が広いといえば幅が広いけどね、ただやっぱりね、幅の広さにもね、限度はあると思う。やっぱりね、統一教会、旧統一教会っていうのは、やっぱりね、非常に反社会的なね、ことをずっとやってこられた。ね、そういうところはやっぱりね、バッサリね、切ると。ね、こういうことがね、大事であるというふうにね、思います。あるいはね、総理やね、もね、広島のね、教会大物とね、ツーショットとしたりね、あるいは、湯崎知事もね、一緒の写真に写ってたりとね、まあ、写真を写るまではね、どうなのかっていうね、問題もあるけどね、やっぱりね、理科に冠は正す。理工はね、バッサリというところが大事だと思います。ね、それぞれがね、やっぱり信仰っていうのはね、あっていいんですよ。それはね、ただこの人たちの信仰、もう一つ問題なのはね、反共主義っていう面では徹底してるね、反共産主義。ただこんなものはでもね、ソビエトもね、亡くなった。それから中国もね、もう資本主義になっちゃった。そういう時代の、もう昭和のね、異物ですよ。まあ、さらに言っちゃうとね、冷戦のね、ポスト冷戦から今ね、もうね、ポスト冷戦もね、終わってきてる。そういう時代に、ね、なってね、もう、二回りね、三回りね、遅いね、思想ね、もう、時代遅れの存在っていうのはこの統一教会なわけですよ。ね、しかも、ね、この人たちって本当ね、男女平等とかね、保育園まで共産主義だっつってね、けしからんってね、こういう人たちなんですよ。ね、特にね、山上ね、容疑者ね、山上哲也容疑者のね、お母さんのぐらいのね、年代のね、まあ、いわゆる、プチブルっていうかな、そういう感じのね、女性の方に、ね、非常にね、この統一教会っていうのはね、まあ、広島でもね、怒られて、そういう方がね、男女平等にね、反対のようなね、古いね、男性のね、県会議員、市会議員を熱烈に、ね、スタッフとして応援されてると、ね。ただね、もうこれ以上ね、国政でも県政でも市政でもね、こういう方々に、宗教にね、これ左右されるっていうのはね、勘弁してほしいですよ。もう時代遅れすぎますよ。ね。まあ山上容疑者自体もね、統一教会の男尊女卑がね、けしからんって、ね。こういうことを言ってたわけですけどもね。まあだからってね、本当ね、安倍さんをね、暗殺していいというわけじゃないけれどもね。非常に古臭い。ね。で、そういう古臭い人たちがね、まあ選挙運動をね、スタッフを熱心にやるってことを通じてね、与党を左右してきたって、これもね、まだ大問題。日本のアップデートをね、非常に阻害してるわけですよ。
まあ、いろんな考え方ありますよ。じゃあ防衛費をどれぐらいにするとかね、財政出動をどれぐらいやるか、ね、原発の是非、いろいろね、もう国政の論点はあるけれどもね、ただね、やっぱりもうね、昭和のね、とかね、冷戦時代の遺物っていうのが明白なね、このね、ものね、そしてね、非常にね、なんていうかな、もう、反社会的なものに、組織にね、左右されるね、政権与党が左右されるってことはもうね、勘弁してほしい。ね、それはね、俺全然自民党は支持しません。だけどもね、あと2、3年はね、選挙がない、国政選挙ないとも言われてる時にね、やっぱりそうは言ってもね、自民党ね、しっかりね、これ断ち切ってもらうということを最低限してもらわないとね、またね、こういう団体がね、影響力があるって状況になって、やっぱりしっかり断ち切れっていうことはね、やっぱりガツンとね、申し上げていく。ね、当然もう国葬もやっちゃダメですよ、安倍晋三さんのね。統一教会のね、またね、宣伝にね、安倍さんの国葬もね、本当ね、悪用されてしまいますからね、ぜひこれもね、やめていただきたいということもね、最後に申し上げましてね、本日ね、私とね、お話をね、終わらせていただきます。旧統一教会との関係、しっかりね、政治家、政党に断ち切れ、いうことをね、申し上げましてね、終わらせていただきます。最後までね、ご清聴誠にありがとうございました。